はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。では今回はですね、使いの者が来たようです。信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、お金がない中、攻撃するぞ。兵糧がない中、明星城をなんとか攻略したんですが、今回はその続きですね、リフ城の攻略を行っていきましょう。不釈神明の覚悟、見せで、てリフ城を今落としましたというところですね。ただ、ここで政宗の軍勢約4000が迫っているので、まずこれと決戦することになりますね。そうするとどうする？全く打つ手がないけど、迎え撃つしかないよね。報告いたします。先月の収支です。まずは表な情けなしのを始めるとしましょう。お金を使ってしっかり。よき考えたな。なるほど。兵これにて糧を表情買いを終まわりしまょう。す。ちょっとしかないけど、お金は。で、洪水被害の低下、賞が入りますね。ちょっとね、これも今農業全くないんで、どうにもならないかなというところにはなります。高速行軍に入れたいけど、まずはやっぱり精鋭農兵まで我慢したいですね。精鋭農兵まで我慢しましょう。でだ。まずは、取引何はとをも途あ絶れ、えまし兵糧ょをちょっとでもいいんで買い、意味があるのかっていうのはあう。あるんりですがけどね。とうございました。で、さらに、リフ城の、足軽を解雇して、で、さらに、同盟が切れた佐竹とは、きっちり同盟を結んで、で、こっからだ。こっからなんですよね。まずは交渉で、速攻で伊達政宗と講和。これをしておきたい。で、もう一つなんですけど、伊達としっかり講和をすることを前提に、この後どうするかだな。お金もお米もない。リフ城は絶対死守したい。行くぞ。ここは迎え撃つしかないな。ちょっと兵は少ないですけどね。迎え撃ちましょう。さあ、本陣切り込み。味方は総兵力2600、相手は3700で、重実とかが入っていますね。こちらは鬼吉重がいるんで、もう鬼吉重に頼るしかないな。前回前々回とね、鬼吉重の働きぶり見ていただいた方は、鬼吉重がいかに強いかっていうのはもうご存知だと思うんですけど、今回も鬼吉重に頼るしかないんで、始めよ。鬼吉重に主導してもらいましょう、この戦雪いを。村に続け。で、今回はね、もう正直この戦いは負けてもいいかなと思ってるんですよ。どちらかというと、講和を結ぶまでの時間稼ぎと、講和を結ぶために敵にいかに痛撃を与えて敗退するかなんですよね。覚悟しろ。いざ参る。六敵文がど銭のう動いてく旗るをか分か掲らげないよ。んで、ちょっと横に陣形を変えましょう。敵の居所知れましたまか。ず敵発見したな。見つけたぞ。これは？本陣切り込みなんで、手を打どとう。こに政宗がいるか分からない以覚上悟はしろ。突っ込むしかないいんだざよね。参る。放って。いや、完全に政宗の場所を見失ってるな。
政宗ここってなるとこういう感じで動くんだろうな。いざ参る、始めよ。これにて幕とさせていただこう。敵の居所知れましたな。やりたい、前。策のある者がいるようです。我が策お聞きくだされ。撃て。いざ参る。なってまあこれは本陣切り込みが失敗してとしてもしょうがないかな。こうなるとね、敵の居所知れました。我が策お聞きくだされ。我が策お聞きくだされ。いざ参る、始めよ。やりたい、前。鬼吉重の槍。鬼吉重が発動したな。鬼柴田と鬼吉重だからな。敵の本陣発見したけどちょっと遅かったかな。我が策お聞きくだされ。いざ参る、始めよ。奥の手じゃ、見せてやる。龍の行く道、誰にも阻むことはできぬ。鬼吉重と独眼龍の戦いだな。すごいな。ここにね、雪村も十文字草とか使ってくれればかっこいいんだけどな。まあ、ここはひたすらに政宗を狙い続けましょう。面白い。敵の居所知れましたな。やりたい、前へ。いざ参る。まあさすがに政宗強いからな。旗を掲げよ。覚悟しろ。龍の行く道。まあ、政宗を敗走させただけではちょっとこの戦いは勝てないし、先ほど話したように今回ねちょっと勝つのを目的とはしていないんで。やりたい、前へ。いざ参る。六門戦の旗を掲げよ。愚か者には死あるのみ。敵の居所知れましたな。射抜け。放て。策のある者がいるようです。我が策お聞きくだされ。いざ参る、始めよ。もろよいも。ここで政宗隊の突撃か。知れました。鬼吉重の槍、望むは貴様か。ただ、さすがに鉄砲は強いな。これ政宗隊どうだ。うまくすれば敗走させることもできるんじゃないか。我が策お聞きくだされ。我らが力、紙幣溶かした上でさらに鉄砲を撃てば。鉄砲は撃てないか。ちょっと政宗だな。政宗に鉄砲を最初から打ちかけておけばよかったな。やりたい、よし、敗走させたな。やりたい、前。いざ参る、始めよ。手を打とう。そしたら政宗隊に殺到しよう。雪村が先に散るか、政宗の49が先に散るか。鬼吉重の槍、望むは貴様か。この屈辱、よし、全軍撤退させた。政宗を狙った鬼吉重だな。いや、吉重本当にいい働きするわ。これでもかっていうぐらいいい働きしてくれるな。これこうはしなくてもよかったかなっていうぐらいの感じがするな。こちらに動揺されるのをよしとしないなら全員処刑。無念だ。一旦騎乗するしかないよね。どうだ、寺池城狙いたいけどな。兵数ももうほぼほぼいないんで。
これ今仮にですよ、まあ、無謀と知りつつ行軍を行うとしたらどうなる？ 9500 やろう。47日後までに兵がゼロになってるね、きっと。これは無理だな。いや、ちょっと気にしているのが、この寺池城だけになった伊達に、例えば最上とか蒲生とかが攻めかかって、ここまで頑張って削り取ったのに一番おいしい伊達家臣団を一気に召し抱えられてしまうんじゃないかなと思ったんですけど、その心配があるかないかだな。まあ、ただそこは心配してもしょうがないので、一旦兵を引きますか。ちょっとこのまま戦いを続けるのはお金もお米もない以上難しいので、騎乗しましょう。戻るぞ。地の利が解放されましたね。ちょっとどんな内容だったかもうすっかり忘れちゃったので、中身を見ましょう。で、ガモとも同盟の期限切れか。そしたらですね、忘れないうちにいろんなことをやっておかなきゃいけないので、まずは志ですね、地の利見ておきますか。領内で決戦すると部隊の防御力が上がる。全然ありがたいな。で、まずはお金がないしお米もないんですが、交渉で最上に対しては同盟締結24ヶ月を申し入れて、この状態でもう一回兵を起こして、伊達の息の根を止めにかかりたいんですが、お金もなければ何もないんでどうしようもないですよね。9月まで待ちましょう。で、それまでにまずは配属ですね、理不尽に人を入れます。で、理不尽に誰を入れるかっていうと、やっぱり人が小高から入れる必要があって、まあそんなに数は入れる必要はないかなと思いますんで、一旦2人だけを入れておきましょう。これに船をつけるか。3人ですね。で、他武将がいないところは、ああ、明星にもいないね。明星にじゃあ誰入れる？小高から入れるしかないよね。小高人溢れてるんで。そしたら小高には、氏家を入れておきますか。で、例によって多分ね、理不尽にむちゃくちゃ人を、足軽が入ってると思うんで、この足軽を一旦減らして、で、350でどうにかなるところがあるかだな。350円でどうにかできるところは一切ないんで、このターンは見送りましょう。残念ですけど、そうするとやり忘れはないよね。商業できないし、お金もないし、歩兵に関しては対応した、講和もした、戦線する必要はない。大丈夫ですね。よし、あとじゃあ残り9月までの4ヶ月間寺池城が無事であることを祈りましょう。で、伊達種宗が、政宗か。え、ちょっと待って。うわ、出た。全然予想してなかったわ。何、種宗が孫の政宗を討つ、そういうこと。いやー、これ伊達家に味方したりしたら、きっとね、義満とか氏里、あとは鬼義重がそれこそ鬼化する可能性があるんで、どちらにも参加しない形にしましょう。しょうがない。これおっと、ガモと手切れ、どういうことだ。
ガモと手切れはないだろう。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくださいね。我が領内に敵が迫っております。ガモと手切れはないんで、速攻で講和しよう。ガモと今戦う力はない。あんだけ仲良くしてたじゃないか、ガモ。ガモとは一旦仲良くさせてもらってからですね。であとどうなるかだな、伊達宗家が。先月の終始です。ご命令を。さあこれでちょっとはお金が入ってきたんで、まずは投資をしっかりしておきましょう。かしこまりました。で講和は今お願いしてるんで講和をしておいてだ。その他はどうかな。理不尽とかが、まあお金もないし何もできないね。いや気になるのは氏里だな。氏里の身に何が起きたんだ。いきなり攻めかかってくる気配だけど、しっかりあそこで婚姻同盟にしておくべきだったのかな。で南部が今度は種宗を打つと。いやーこれもちょっと北の方も世話しなくなってきたな。ここはどっちにも参加しないよ。でガモとはお金374を使って、もちろん講和しましょう。そりゃそうでしょうよ。で伊達がこれでやられるんだな、政宗が。いやー苦労したのにな、すげえ損だな。いや寺池城が取られたか。いやちょっとあり、こんな展開むちゃくちゃだな本当に。報告いたします。そしたらまずはガモと速攻で、ヨシミを通じ始めないとまずいですね。まずはみんなまともなことを、軍事21がある。これは軍事21と軍事8を足して、さらに軍事5を足そう。これで軍事が96。おっと間違えた、危ない危ない。これにて表情を終わります。我が策をお聞きください。お、施策強化2が来たね。あとは四ツ谷用水。ちょっと四ツ谷用水見ますか、どんなものか。四ツ谷用水は干ばつの被害が低下するんだ。いいね。あとは今となってはこの総者神前をやりましょう。なぜかというと今からガモに対して神前をガシガシ送っていかなきゃいけないですからね。で、まず一つ目、農兵徴用をやって、この後精鋭農兵へと進んでいきましょう。で精鋭農兵に進むには農業が30で軍事が55、軍事はもうちょっとでたまるんで農業をあと18必要ですね。ここはちょっと次の表情でしっかり入れておきましょう。で取引で米がないんですけど米をちょっと売ります。仰せの通り米を売って何をするかというと、神前ガモマイナス99かよ、どういうことだよ。ガモに対してはしっかりやって、鬼吉茂に対してはどうする。なんかさっきのトラウマになってるんで交渉で鬼吉茂には婚姻を申し入れましょう。大輔に誰かちょうだい。いないか。じゃあお梅ちゃんをあげるんで、そうだな、吉茂の正室にお梅ちゃんを入れてもらおう。こんなのありなのかな。かしこまりました。
で今種宗と戦うの不可能だからな。伊達宗家、まあ、種宗との戦いに発展していくのかな。よし、これで鬼吉重に嫁がせたんでどうにかなるな。で種宗軍と南部春政軍の戦い、いやーもうむちゃくちゃだなこれ。報告いたします。先月の収支です。まあガモーとはこの後全然仲良くしないと話にならないんで、まあ、仲良くしていくんですが。かしこまりました。それにしたってだな。でここでまたちょっと取引を行いましょう。取り計らいます。兵糧を売っ払ってちゃんと氏里との交渉が前に進むようにだけはしておきましょう。とりあえず9月になれば、氏里が攻めてきてもなんとかなるっちゃなるんで、そこまで耐えるところですね。いやもう早速あれだね、重実は伊達宗家に仕えて合戦に出たって感じなんだな。まあ伊達宗家と伊達政宗家ってね、言ってみれば変な話、大差ないといえば大差ないからな。ね、種宗はもういろんなところから恨まれてますね、これ見る感じだと。もうここも拒否しましょう。特段どちらにも組みしない。争いには参加しないっていう。で、ようやく待ちに待った。お米が入ってきたけど、明星では凶作、まあ、しょうがないよね。凶作の1回や2回。ご命令を。まあ、問題は氏里ですよ。氏里、氏里がこのままおとなしくしててくれればもう全然 OK、 オール OK ですね。じゃあ開墾をしていきましょう。お金があるうちに開墾、リフ城も開墾。かしこまりました。あとは小高も開墾だな。結局兵糧の収入を増やさない限り農兵が頭打ちになってはしまうんで、しっかりここはやっておきましょう。で証券進出はお金がない中どこまで何ができるかなんですが、いやー独占したいけど独占に9000必要なんでしょう。9000円を払えないからな。他見落としてるところないよね。実は進出できるのに進出してないみたいなところがあればそこに進出したいんですが、そうなると安く独占できるところがあればなんだけど、投資が精一杯だな。投資しても全然増えないもんね、お金。いやー今投資する余裕ないわ。ちょっと見送りましょう。で織田と佐竹がバトル、まあ、これは佐竹につきましょう。婚姻もありますからね。兵も貸しますよ全然。そうだな、金銭要求しちゃう。金銭1700要求しよう。2860入ってくるってなんか地味に地味に嬉しいからな。これ1800円要求しちゃいましたけど、そしたら軍事系最優先でいきましょう。軍事系最優先、軍事18、
あとはそうなると兵糧、18だけ、18で今欲しいのが、精鋭の兵を解放するために、農業が18必要なんですけど、農業がないんで再興させよう。当家の行く末、農業、農業、農業だよ。農業はみんな、農業はないか、しょうがないな。これにて今回は精鋭の兵は解放不可能か、しょうがないですね。大谷家の遠路行軍ちょっと見てみましょう。兵糧消費減量小大他、いやこれやりたいな。兵糧不足にね悩まされるのはこの先もきっとずっと変わらないじゃないかなと思うんで、そうすると施策強化やる、施策強化はやめよう。やっぱり精鋭農兵まで我慢しましょう。精鋭農兵まで我慢我慢。でそしたらどうしようかな。せっかくなんでなんかやっておきたいけど、投資しても投資で得られる効果が地味すぎてやる価値ないよなってなると、ここは我慢して9000円貯める。9000円貯まれば、まあ少なくともここの独占が効きますよね。ここの独占が、松島証券の独占ができるんで、ここの独占のためにお金を貯めましょう。で今お金があんまり入ってこない理由というのは、足軽を雇いすぎてるからでしょ。足軽をもう一旦続々かしこまりました、減らしましょう。いや三春賞とかも全然だしな。これ以上足軽減らす要因はないんで、まあ200ぐらいまで減らして、三春はいいでしょ。そうすると他で言うと、まあここもいいよな。理不尽もいないし、あここだな。明星でめっちゃ雇ってんじゃん。やめよう、こんな雇い方。これで金銭収入がだいぶマシになんじゃないかな。他はね多分そんなにねむちゃくちゃな雇い方はしてないと思うんですよね。よしこれでいい、これで割と早く3ヶ月後、4ヶ月後ぐらいには9000円貯まるな。で、松島証券の独占が可能ですね。重実は奮戦してるね、いろんなところで。いやーすごい、すごいこう入り乱りが始まってるな、至るところで。やっぱり9月になるとどこもかしこも合戦が始まりますね。で鬼吉重が織田勢を撃破、まあ、鬼吉重の強さはね見てもらった通りなんで。お織田領へ進行か。これは蒲生家につきましょう。で蒲生家の心象が良くなれば御の字ですからね。先月の収支です。ちょっと心象状態確認しましょう。まずは蒲生はマイナス10まで来たね。よし婚姻まで持ってこう。で肝心要の9000までもうちょっとですね。あと2ターンかな、何もできないですが我慢しましょう。特殊証券の完全なる掌握。
で、ガモーとは同盟を結んで即刻ですね、婚姻を結ぼう。この三国同盟はね、維持したいですよね。最上、ガモー、佐竹で、そしたら費用度が下がってるところ、三春城とか下がってるよね、ひまきしとこう。でお金が5730か、もうちょっとバリバリお金入ってきてほしいんだよな。そうするとだ、他足軽を減らせるところあるかな。ないよな。ここぐらいかな。これで金銭収入がちょっとは増えてくるよね。いや、南部、津軽、伊達、この戦いには絶対に巻き込まれたくないな。何が何でも巻き込まれたくない。そしたら今回こそ精鋭農兵を入れたいんで、米、これで農業が46になるんで、これでいきましょう。で、精鋭農兵がいけるね。純粋農兵っていうのがあるね。ちょっとこの純粋農兵って何、一両不足的なもの。農兵単体意識上昇中、まあ、これを達成するには農兵動員を所持する配下が3人以上必要だけど、まだ1人もいないんで何も結局できないんで、まあ目的としていた精鋭農兵をまずは入れましょう。あとは石膏配備とかもね、やりたいし、高速行軍の工軍ですねもうやりたいしっていうところあるんですけど、一旦はもうできることはないので単を進めちゃいましょうね。でお金も使いたくないし、あとは親善の状況だな。ガモが13か、もうちょっと速いスピードで上がっていってほしいな。同盟可能の60をまずやっぱり目標に変えましょう。お梅ちゃんをこし入れさせて義重と盤石の体制を築きましたけどね。氏里との関係がこじれてるんで通商協定を結びます。報告いたします。先月の収支です。でお金がついに9000になったな。そしたら特殊証券を初めてですね、この特殊証券初めて独占します。で独占すると一気にお金が増えるね。金銭収入がバーンと増えていくんだ。で行動回数がもう一個あるけどお金がないから今はできないね。よし。いやただこれ特殊証券一個抑えるだけで全然お金の入り方が変わってくるんじゃないの。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。